SMK とは、ソ連の試作多砲投従戦車である。SMK という名称は、1934年に暗殺されたソ連共産党、デニングラード衆院会所機長、セルゲイ・ミローノビチ・キーロフにちなんだものである。側面写真 T-35 多砲投従戦車の後継として開発された従戦車の一つで、当初は3砲塔型として開発されたが、 他砲塔戦車の効率の悪さをデパートになぞらえて批判したスターリンの言葉によって設計変更され、二砲塔型として設計が変更された。このほか、単一の砲塔に 76.2mm と 45mm の二つの方を装備した車両も開発され、これが後のキロボルトマイナス -1 重戦車である。これらの開発経緯から本社のレイアウトは、 同時期の t 1 1 0戦車に類似しており、またリタイア天輪等は、キロボルト重戦車とほぼ同じものであるが、同一の設計から派生したものではなく、全くの別設計である。1939年の冬戦争に一両が投入され、その走行は敵の対戦車砲に耐え抜いたが、雪だまりにはまり込んで、行動不能となり、放棄のやむなきに至った。 その後2ヶ月の間、地形と大重量のため、フィンランド軍もこれを捕獲できず、また、ソ連軍は後に T-28 中戦車を6両も使って牽引、現場からの移動には成功したものの、結局そのまま輸送することは叶わず、現地で溶断されていくつかのブロックに分けて回収された。その後、SMK は正式に不採用となり、断された各部は、 再度組み立てられることもなく、スクラップとして処分された。ありがとうございます。